こんにちは、はい、ここです。今回は知らない番号から電話がかかってきた時どうしますかっていう話です。さっき私の携帯にちょっと知らない番号から050が最初だったんですけど、そういう番号から電話かかってきて、で私がちょっとね、学びで YouTube を見て、ね、勉強しようと思ってしてた最中にかかってきて、もうと思いながら、まあ、050だったんで、まあ、何かの営業かなと思ったんですけど、まあいいやと思って、またねしつこくかかってくるとめんどくさいのでとりあえず出たんですけど、そしたらやっぱり案の定仮想通貨のね営業だったんですけど、もうすぐお断りして、まあ、電話をね切ったっていうか切られたんですけどなぜか私の電話番号とメールアドレスをしてて、で私がそこに登録したって言ってるんですけど、まあ私がその4月にね登録したって言われたんですけど、4月にそんな行動してないので、絶対どこかから漏れてる情報がそこに行ってでかけてきたと思うんですけどなんだかなって感じで、そういうわけのわからない番号からかかってきた時の対処法で、基本は電話にはそういうのは出ない方がいいんですけど、もしねその場にパソコンとかがあった場合、すぐ検索でその出てる番号を打ち込んでみてください。 Google でも Yahoo でも検索窓に050なんたらかんたらなんたらかんたらって打ってポンってやると、迷惑電話みたいなサイトっていうかね、そういうのが出てくるので、でそこで、まあ、誰かがこの業者はこういう名前のこういうセールスをしてきましたので迷惑ですとか、この電話は本当にAmazonからの電話なんで出た方がいいですとか、この電話はそうですね、私が経験あるのは不動産管理会社なんで出た方がいいですとか、全然知らなくてもやっぱり必要な電話が来る時もあるんですよね。だけど出ちゃうと、もしそういう変な詐欺電話みたいなものだと、ね、もしかして自分がうまいこと言われて騙されちゃう可能性もあるので、そういうのにはなるべく引っかかりたくないんで、もうね過去にいろいろやらかしてますんで、私ももう二度とそういうのには多分引っかからないですけど、だからまあ出れるんですけど、もう断るっていう気持ちもしっかり持ってるんで、そういうねあぶく銭をつかむみたいなことはねないと、そういううまい話はないということに過去にね勉強しましたので、学びましたので、実体験として、なのでもう断る覚悟ができているので、出てもそんなのやりませんってすぐ断れるんで出ちゃうところもあるんですけど、でもそういうやっぱりね、お金が欲しいとか思ってるとやっぱ引っかかっちゃう可能性があるんで、なるべく出ないようにして、まずその場にパソコンがあればすぐ検索もできるし、でこれは出ないでいい電話だなとか、出た方がいい電話だなとかっていうの分かるんで、見てもらってやるのもよし、一旦その相手からの電話切れるのを待ってスマホで検索かけて、で、あ、これは大事な電話だったなとか、やっぱり大事なやつもあるんですよ、たまにAmazonからの電話はね、業者が、運送業者がAmazonさんからの品物で
連絡が取りたいという時もあったので、うん、たまたまあのそれはなんか宛先が間違ってたっていうか、あのうちの電話が登録されてたんですけど、うちはアマゾンでその時注文してなくて、その誰か注文された方が電話番号を多分間違えて登録してて、でアマゾンの配達のあの宅急便屋さんがうちに、なんかうちのね携帯に何回も電話してきて、届けたいんですけどって言って、不在着信不在着信みたいなめっちゃかかってきて、こんなにかかってくるのは何なんだろうと思って、あの検索窓で調べたら、これは配送業者さんからアマゾンの関係のお電話なので、次かかってきたら出てくださいねみたいな書いてあって、親切な人が書いてくれてたんで、でそのまたかかってきた時に出て、でその運送業者さんとお話ししたら、あのうちは頼んでないけど、その元々の方、その注文者の方が多分うちの電話番号を書いてしまったんで、あの運送業者さんからしたら電話番号が頼りじゃないですか。だけど多分いないと届けれないようなものだったのかなとか思うんですけど、で出てうち違いますって言ったら、あ、じゃあ分かりましたっていうことで、多分元に問い合わせとかされたのかな、か元に戻すとか、うん、なんかされたんじゃないかなと思うんですけど、うちは注文してませんってなって、あのまあその時は終わったんですけど、なのでその知らない番号からかかってきた時に、あの詐欺もあり、まあ、重要な電話もありなんで、いつもね迷うんですけど、そういう時は、まあ、一旦は切ったとしても一回検索してみて、あ、これは詐欺前兆のものだとか、うん、あのこれは大事な電話だったとか、あとなんか私が経験あるのは保険のセールスとかかな、があるかなと思うんですけど、結構その登録してる持ってるカードとかで、そこのカード会社はね電話番号持ってるんで、うん、そこからのおすすめの保険がありますとかね、そういうのはよくかかってくるんですけど、それもあのまあ時間かかったら出ちゃったりして断るんですけど、断らないとまた何回もかかってくるんで、めんどくさいなと思って、で、うん、一旦ねその話を聞く時間がもったいないんですけど、まあ聞いての断れば次かかってこないんで、そうやったりしています。うーん、なんか誰かの参考になればいいんですけど、とりあえず知らない番号からかかってきたら、まあね、何があっても断れるぞとかの人は出てもいいかなと思うんですけど、あの怖いよって方は無視するのもありで、無視してあの何回もね同じ番号からかかってくるようなら、あの重要な電話もあり、またその詐欺前兆みたいな電話の場合も何回もかかってくることがあると思うんで、うん、そういう時はあのスマホかねパソコンかなんかで検索して、そうするとあの、ね、詐欺電話一覧じゃないけど、この番号はこういう電話でしたっていう風にね書き込んでくれてる人がいるので、それを見て、あ、これはこういう電話なんだ、じゃあ無視してもいいや、この、ね、番号を着信拒否とかそういうこともできるんで、あの出なくても調べて着信拒否しとけばいいんで、でも相手は着信拒否しても違う番号からまたかけてくるので、会社名とか変えて、何度でもねそういう仮想通貨系の、 あの話はかかってきて、まあね過去に私がね情報漏らしちゃったっていうところもあるんで、まあ、自分がね撒いた種なんで出ては断り出ては断りって感じで、まあ今も尻拭いしてる状態なんですけど、まあね、電話番号変えるのはちょっとねあのいろいろめんどくさいところもあるし、せっかく慣れてきた番号なんで
このまま使いたいなっていうのもあるんで、まあ、そのままにしてるんですけど、こういうあの知らない番号からかかってくるやつは無視、あるいは検索ブロック拒否でやってみてください。ということで、今私に起きた状況をちょっとお話ししてみました。皆さんも詐欺には気をつけてください。ではまた会いましょう。騙されないでね。バイバイ。